グローバルリーグ戦2013 D ブロック公式戦。2年連続2度目の出場、マイバッハ谷口。マイバッハ選手、すいません、グローバルリーグ戦について。対するは初出場01西良寺。すごく楽しみなのと、すごく、怖さもあり、いろんな思いがあるんですけど、本当に勝ちを狙って、出る以上やっぱりトップで全勝で決勝まで行って、勝ちたいっていう、もうその欲がものすごくあります、はい。第4試合グローバルリーグ戦2013 B ブロック公式戦、マイバッハ谷口対01西良寺。2013年のノア最強決定戦、グローバルリーグ戦がいよいよ幕を開けます。10.19、ここリファ有明で始まりまして、11.10、後楽園ホールまで続いていくという2013年のグローバルリーグ戦です。さあ、青コーナーにはグローバルリーグ戦初出場、01からやってきました喧嘩サイボーグ西良寺が登場します。プロレスリングのは他団体のグローバルリーグ戦、ただ観光ではない、出るからには勝利への執念見せつけていった西良寺です。身長190センチ、105キロ、恵まれた体格でどのような旋風を起こすんでしょうか。西良寺が今姿を現しました。ノアファンも何か今妙な空気に包まれました。この西良寺が今年のグローバルリーグ戦でどのような暴れ方をするんでしょうか。これからノアの暴走鉄仮面を迎えます。ゼロ番の喧嘩サイボーグに対してプロレスリングノアの暴走鉄仮面、今日は椅子を持ってくるんでしょうか、それともさすまたを持ってくるんでしょうか。西良寺に対して、さあ表しました、マイバッハ谷口、両手にさすまたを持って登場してきました。ノアの暴走鉄仮面か、それともゼロワンの西良寺か。さあ一気に突っかかっていきました西良寺。両者一触即発、マイバッハ谷口対西良寺の試合が始まります。第4試合はグローバルリーグ戦 B ブロックの公式戦です。マイバッハ谷口対西良寺の一戦です。この2人がどのような化学反応を見せるんでしょうか。ゆっくりとリングを回転していきまして、まずは相手の動きを探っていこうというところ、マイバッハがプレッシャーをかけましてスッと下がったのは西良寺。今組み合いました。まず押していくのはどちらになるか。両者非常にその力があります。押し込んでいくか西良寺、こらえられるかマイバッハ谷口。さあここは西良寺が押し込んでいった、ただ体を翻しましたマイバッハ谷口。クリーンにブレイクはしない、ただここは足を持って倒していった。そして肘を落とす、まずは左足を掴んでいきました西良寺です。
さて佐久間さん、はい、このゼロワンの西陵寺ですが、この西も非常にこの勝利への執念、非常に強い選手ですよね。そうですね、やっぱ気持ちの強い選手ですし、あの、はい、ね、ゼロワンの火祭りでも優勝経験がありますから、はい、2009年です。こういったね、リーグ戦は決して苦にするタイプではないですよね。このリーグ戦ではプロレスの域を超えたものを見せたい、そう話していた西陵寺です。サイは身長190センチ105キロです、まあ、ノアマットは初めてというわけではありません。さあマイバッハ、ここはロープブレイクせずに攻撃を加えていきます。ただここはパワーで持ち上げるかどうか。190センチのサイに対して182センチ、体重は同じだというこのマイバッハ、倒していきました。まずはマイバッハ、このね、リーグ戦の中でマイバッハがどういう戦い方をしてくるかっていうのはね、このフリーブロックに関してはかなり重要になってきますよね、はい、彼がこう暴走ファイトに行くのか、それともしっかり勝ちを取りに行くのかというのはね、この試合で見えてくるでしょうね、はい、マイバッハは2年連続2度目の出場になりました。まあ、昨シーズンのグローバルリーグ戦では、まあ、ブロックの1位タイになりまして、まあ、ただ杉浦に敗れて優勝決定戦に進むことはできませんでした、このマイバッハ谷口です。ただマイバッハ谷口、昨シーズンのそのグローバルリーグ戦も暴れつつも勝ち星を上げていくという、ここは椅子を掴んだ。まあ、やっぱりこうやってね、場外戦でペースを掴んでリング内にこう持ち込むというね、この戦い方がやっぱり統一されてますよね、もう一つまた椅子を出しまして、この暴走ファイト、もちろんこの西陵寺もマイバッハ谷口のこの暴走ファイトは想定範囲内というところですが、ここは背中にダメージが蓄えられていきます。このように自分のペースに持っていこうというマイバッハ谷口、前回のグローバルリーグ戦では1位タイ、優勝決定戦へ進んでいけるかというこの2年連続2度目の出場になりましたマイバッハ谷口、今非常に西陵寺とは対照的にゆっくりとリングに戻りました。おい、佐久間さんからもお話がありましたが、2009年は火祭り優勝、おっとここも少し怒りをあらわにし始めたというこの西陵寺です。そうですね、こうね、打撃を非常に得意とする選手ですし、気持ちも強いですから、今やっぱり場外戦でかなりやられたので、ね、かなり気持ち的にはね、イライラ来てるところもありますね、さあ首を掴んでいくマイバッハ、その際の怒りをもこの暴走鉄仮面を抑えてしまうんでしょうか。ここはニュートラルコーナーに押さえつけて、このように有利に試合展開を進めていきまして、この後どこでまたさすまたが出るんでしょうか。まずは椅子を繰り出していったというマイバッハ谷口です。ただこの西陵寺、まあ、2006年には NWA のユナイテッドナショナルヘビー級、まあ、チャンピオンにも輝きまして、2年前の2011年世界ヘビー級王座2度目の戴冠を果たしています。ゼロワンの看板を背負って、まあ、このノアのグローバルリーグ戦に初参戦、初出場になりました西陵寺です。ただこの序盤まだ流れをつかめないという西陵寺です。そしてこのグローバルリーグ戦ですが、出場選手が A ブロック、B ブロックに分かれまして、 GHC 選手権ルールに基づき30分一本勝負で公式戦を行います。勝ちは2点、負けは0点、時間切れ引き分けは1点、その他あらゆる引き分けは0点で争われます。そして A ブロック、B ブロックそれぞれの得点1位が優勝決定戦、 11.10、まあ、後楽園ホールで行われる最終戦へと進んでいくというこの2013年のグローバルリーグ戦です。佐久間さん、このグローバルリーグ戦、ただ非常にファンにとっては楽しみですが、選手にとっては過酷なリーグ戦ですよね。そうですね、もうやっぱりこう全員がね、かなりの実力を持ったタイトルホルダーであったりすごい選手ばかりですから、はい、それとこうシングルでね、6試合戦うというのはね、かなり厳しいですよね。ここは蹴りを見舞っていきました西陵寺。試合前はマイバッハだけでなく全員潰すつもりでやりたい、そう話していた西陵寺。左の強烈な蹴り、サイとしてはやっぱりこういうね、重たい打撃でこう攻撃のね、もう主導権を握っていきたいですね。はい、
この西陵寺、まあ、去年 10.8 横浜分隊で、まあ、当時プロレスリングノアに在籍していた塩崎と、まあ、戦いまして、それがプロレスリングノア初参戦になりました。まあ、その時は塩崎の前に敗れたというこの西陵寺、まあ、このマイバッハに勝ちますと、まあ、緑のマットノアのマットでは初勝利というこの西陵寺になります。マイバッハ谷口、まあ、105キロの体重を悠々持ち上げるというパワーを持ち合わせています。サイただここは巻き込んでいきました。マイバッハ谷口、さあそして場外、どうやらサスマタを取り出しました。いやちょっとこれはもうレフェリーのちゃんとチェックしなきゃいけないですね。グローバルリーグ戦でまずは1本目のサスマタを使っていこうというマイバッハ谷口、まあ、コーナーに据え付けてのサスマタ式のデッドリードライブという技があります。さあどうだ、タラコを倒していった。さあ西陵寺が、まあ、試合前もサスマタというこのラフファイトは認識していたというこの西陵寺ですが、バックを掴んでいく。この西陵寺は、まあ、当然パワーもありまして、那智の滝という、まあ、直下式のダイビングフットスタンプ、またシドマスというリストクラッチ式の、まあ、バックドロップもあるというこの西陵寺です。当然マイバッハのそのラフファイトとこのサイの得意技、さあどうだ、ここは滞空時間長い、後ろに落としていった。やはりでもこのサイ、佐久間さんパワーありますね。そうですね、今最後もねジャンプを加えながらのブレインバスターでしたから、これがマイバッハには結構ダメージがあると思いますよ。はい、まあ、B ブロックの公式戦ということで、まあ、他を見てみますと丸藤や斉藤、杉浦といったそんな選手の 名もあります。危ない、ここはレフェリーを使って、これはさすまたを使えるチャンスが来ましたけどね、そして担いでいったのは強烈な剣山です。ただここはカバーを決めても、まあ、レフェリーが倒していますのでスリーカウントは入らないと。さあここでマイバッハ谷口、コーナーに残った際に対してさすまた式のさ あここはデッドリードライブを出せるか。ここは際はね、なんとかこらえたいですけどね、はい、ただここはどうだ、バランスを崩した際投げていくかマイバッハ、おっとこらえていく、どうする、会場も異様な空気に包まれてきました。右腕を掴んで投げていくかマイバッハ谷口、後頭部あたり両手で抑えました際です。さすがにさすまた警戒していましたが、ここは際技を食らってしまいました。どうだ、なんとかカウント2で返しました。まあこのグローバルリーグ戦では、まあ、杉浦そしてこのマイバッハと戦いたいと話していたこのサイですが、喉は落とし、さあそしてマイバッハ谷口、コーナーからのマイバッハプレス、強烈なフィニッシュムーブがありますが、ここは立ち上がりましたサイ、おっと高い、下から切り上げましたね、さあそしてまずは雪崩式でブレーンバスターを狙っていこうという西陵寺、高さがあります、身長190センチ、コーナーに登った、そしてよく行きますね、コーナーから雪崩式、さあいや今のは効きましたね、まだフィニッシュになります。ここはラリアット返していったのはマイバッハ、いや今のはねマイバッハね、よく連続攻撃防ぎましたね、そこで最後は連続できたかったんですよね、はい、なだれしからつなげていくことはできなかったというマイバッハです、サイです。さあ試合は10分を経過、30分で行われるこのグローバルリーグ戦です。さあこの流れはマイバッハボブへとつなげていくところ、ただこれ打撃戦を展開していこうというサイ領事、両者このグローバルリーグ戦の初戦、いや珍しい張り手ですね、マイバッハが第1戦を決まっていって、おっとここは左足を持ってどうだ、どの技を見せるか、ここも剣山両膝をマイバッハのストロックに貫いていった、これねボディを攻めてから最後にナチの滝狙ってますよ、なるほど、さあここは担ぎ上げて垂直落下式です、強烈な
ブレーンバスター、おっと返せなかった。西陵寺が決めました。西陵寺が勝ち点にマイバッハから取りました。佐久間さん、はい、ここは最後西陵寺が決めました。よく戻していきましたね、マイバッハもまだ返せるかというところでしたが、やはりこの西陵寺のパワー、体重、はい、身長を見せつけていきました。そうですね、西としては、まあ、このね、癖者といえるマイバッハに初戦で勝ったのは非常に大きいですね。これでマイバッハ敗れましたので勝ち点は、まあ、つきません。負けは0点。一方勝ち点2がついたのは01の西陵寺です。今両手を上げました。全員潰すつもりでやりたい、プロレスの域を超えた勢い、喧嘩ファイトを見せていきたい、そう話していた西陵寺です。他団体のグローバルリーグ戦初参戦ではありますが、観光ではない、観光客ではない、その存在感を示したいと話していた西陵寺。試合時間は11分05秒、西陵寺勝ちまして、このグローバルリーグ戦 2013B ブロック公式戦幕開けとなる試合でしたが、西陵寺が勝利を収めまして、まずは勝ち点2を挙げています。